こんにちは。SA メンタルトレーナーのちらいです。今回のテーマは、並木芳勝さんもおっしゃっている本当の自分を見つけたいあなたがテーマになっています。この動画を見ていただくと、自分を見つけることで今まで無理をしてきたことが見つかると思います。私の体験も織り込んでお話ししたいと思います。ちらいの LINE アットでは、皆さんに高次元のメッセージを無料配信するプレゼントをしていますので、よかったら LINE アット登録よろしくお願いいたします。本当の自分を見つけるって改めて言われると困るという人は多いと思います。今まであなた自身が自分のことを見つめてこなかったので、改めて見つめてみると本来の自分がどうなりたいのかわからなくなってしまいます。毎日いろいろなことがあって、楽しいことや悲しいこと、いろいろな出来事を通して、いつもその気持ちに正直に生きていれば良いのですが、その時その時であなた自身を作っている場合もあると思います。嘘の自分を装って自分を隠してしまうことはあるでしょう。その場しのぎになっていませんか。そのうち作っているのがどこまでかわからなくなります。本来の自分に向き合ってこなければ、自分の心の中にどのような感情があるのかもわかりません。あなたに起こるトラブルはあなたにストップをかけているのです。その方向ではないと教えてくれている場合が多いのです。そういえば同じことを繰り返していることはないですか。同じことを繰り返している時には立ち止まってみることです。あなたらしく生きていないのかもしれません。自分の退屈な生活の中でもそれが習慣になってしまうと、環境も居心地も良い状態になってしまいます。変化のない人生を歩むことになるのです。変化のない生活が悪いとは言ってませんよ。多分この動画を見ている人は自分を変えたいと思っていると思います。その気持ちに正直になることが大切になってきます。いざあなたに時間ができて自分らしく生きてもいいですよと言われても、自分らしさを見つけるのにかなりの時間がかかってきてしまいます。ここで高次元の存在に自分探しについて質問してみましょう。あなたは人に気を使って生きている。それは随分人生の速度を遅くしているのだ。この限られた人生を楽しみなさい。あなたが誰かに気を使っていても人は気づいてはいない。あなたの幸せはあなたが守っていくのだ。とメッセージが来ました。確かに自分が思っているよりも相手は自分を思ってくれないこともありますよね。人のことを気にしているあなた、自分のことを後回しになっているのは問題ですよ。あなたの好きなことにまず考えてみましょう。あなたが好きなことに焦点を絞ると分かりやすいですよ。好きなことってその時間を使っていてワクワクするような気持ちが現れていきます。そのワクワクを感じてみてください。そこにあなたの自分らしさが隠れています。あなたの才能はどのような才能ですか。才能とはあなたがいろいろ想像できることです。なぜ想像できるのか。それはあなたの前世での経験も含まれているのです。あなたの興味のあることに注目することが本当に必要になってくるのです。注目することで前世の才能を思い出し、あなたは自分の才能に気づいてくるのです。毎日人のことを気にしているあなたは、あなたの才能に気づかないばかりか、せっかくの自分を人生を何もせずに終わってしまいますよ。自分の人生をあなた自身で築き上げていくのです。だってあなたはこの人生を楽しむためにやってきたのだから。だからいつもあなたは波動が上がるようなワクワクする出来事を経験する必要があります。波動が上がるってとても素敵な人に出会いますし、とてもうまくいきます。どうしてこんなにスムーズにいくのかなって思うほどです。すべてはそのタイミングを待っているのです。
あなたがあなたらしく生きることで、すべてが循環していくのです。さあ、あなたのやりたいこと、本来の自分らしさを見つけていきましょう。見つけ方は簡単です。あなたの気が進まないことをやらないことです。急には無理なら少しずつ遠ざかってください。それがあなた探しにつながってきます。あなたはしたくないことに時間を使っているので、その波動は下がる一方になっています。仕事で嫌なことがあるたびに波動が下がってしまいます。その仕事はあなたの人生よりも大切なものですか？その価値は絶対にないと思いますよ。あなたの心に聞いてみましょう。その人間関係はあなたの人生より価値のあるものですか？このように問いかけていくと良い答えが出てくるのです。それで本来のあなたに近づいていくのです。どんどんやりがいを持って進んでいけるのは素晴らしいことですね。いつもなんとなく生活をしていたら、あっという間に時間が経ってしまいます。あなたの大切な時間を見直す必要があるのです。大切な時間を見直すことで、あなたらしさにも気づいてきます。その時間はあなたにとっても貴重な時間なのです。あなたの好きなことに気づいて、そこに使う時間はとても充実しています。あなたが今楽しんでできることは何ですか？自分を振り返ってみてください。小さかった頃は夢中でやりたいことをしてきました。これは本当に夢中になってしていました。その楽しんでできることを見つけていれば、あなた自身の自分探しは見つかるのです。楽しいことをして波動を思いっきり上げて、その波動に沿うような仲間ができたり、環境が与えられたりします。だからいつもあなたは波動が上がってくるようなワクワクする出来事を経験する必要があります。まずそのことを大切に思ってください。ここで高次元の存在のメッセージを下ろしてきます。あなたの夢中になることに意識を向けなさい。そのことに意識を向けさえすれば、すべてが理想に向かって動き出すのだ。あなたが理想を追い求めなくなったとき、その人生は理想から遠ざかっていくだろう。すべてはあなたが決定している。この人生は、すべての決定はあなたができるのだ。少々勇気のいることもある。信じなさい。必ずあなたが決めれば、我々が助けるだろう。とメッセージが来ました。私たちは何度も生まれ変わってきました。この人生を謳歌するために来ました。それはただ自分が今まで感じなかったことを経験するために、それがいつの間にかあなたが生活している間に自分に制限をかけてきてしまいます。制限をかけることは自分自身を変化を拒むことになります。あなたは本当に素晴らしい存在です。そのことに一刻も早く気づいてください。あなたがそのことを認めさえすれば、もっともっと素晴らしい世界を生きることができます。素晴らしい世界を見たいと思いませんか？この人生はあなたを小さくするためではありません。もう一度あなたの才能に気づいてください。それは思いっきり生きてください。人生は必ず終わりが来ます。少しでも早くあなたのやりたいことや使命や能力に気づいてください。そのことは人生を楽にすることだと思います。知来の前世守護霊個人鑑定では、あなたの前世やサポートしている存在にコンタクトを取り、その当時の才能が今世に共鳴していることをお知らせいたします。この前世や守護霊の鑑定はきっとあなたに勇気を与えることと思います。少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。 SA メンタルトレーナー地雷でした。